まあ、あの、ネコリグちょっと引っかかるんで、テクニックが必要なんですけど、ネコリグだったら、まあ、このセット。まあ、置いてある通りですね。このセット。で、ちょっとコツを言うと、針より前の方。コールさん、おはようございます。おはようございます。ここはどこでしょうか。ここはキャスティング南柏店です。はい、そう、今日小森さんがたまたま来たらイベントやってるんで、はい、スーさん、そう、小森さんね、今日は1月2日の大切な大会の準備を手伝ってもらおうかと思って、はい、釣れるルアーと、まあ、その前に防寒着から借りましょうか。防寒着はもう1月2日寒そうです大丈夫ですか。大丈夫です、もうガチですよ、はい、で亀山ダムで釣れるセレクションでちょっとスーさんに大切な大会があるこの時期亀山の大会出たことありますよ。はい、もう1位から5位まで全員レッグアームっていう時期ですよ。はい、はい、レッグアームで間違いないです。で、やっぱり黒です。やっぱ黒、はい、まあ、ほとんどの人がこれで魚を狙ってくると思います。ここはね、ルアーの勝負をせずに、ルアーの違いで勝負をせずに、これが一番釣れる場なので、これでまず場所の勝負をしてください。はい、でこれでダウンショット。はい、スーペリオ3番と32分もこれ。もうこの3セット。はい、この3セットが亀山ですね。はい、で、あとはまあここに書いてある通りなんですけど、今ね、亀山なんかちょっと面白い話をしますと、はい、これちょっと年末からそうなんですけど、冷えますよね、はい、冷え込んでくると浅いところにも魚ちょっと落ちるんです、はい、当然ですよね。浅いっても例えば8メーターからちょっと落ちます。でまた9メーターのやつもちょっと落ちます。その落ちるときにサスペンドしながら落ちるじゃないですか、バスって、はい、やっぱ寒くなるとちょっと沖に離れて下がる展示を。で朝はだからちょっと浮いてると思った方がいいですね。で浅い地などはその浮いてる魚を狙うのにレッグアームのダウンショットをリアクション的に使ってきます。ちょっと重ためのシンカーでダウンヒルに投げて、要は深い方から浅い方へ投げて、元向きをトン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 と、まあ3センチずつぐらい横の動きをしながらやってきます。ちょっと元向きっちゃっても大丈夫です、リアクションなので。たまに止めを作ってください。止めた瞬間とかに何が起こるの。ボトムが取れます。はい、あとは見て食おうかなと思った魚が止めを与えたことによって食うこともあります。あとはレッグアームってテールで誘ってるんですけど、水を蹴って誘ってるんですよ。だから止めた瞬間が一番水がポンってなるんで、あのとても狙われやすいタイミングができるんで止めてください。たまにその瞬間コンってくるときあります、まあ、朝はリアクションでそれで狙ってください。ただね、日中気温が上がってくるんですよ。で水温もで、そうなってくると、あの今度また下がった場所が上がってくるんですよ。で上がってくるときに必ずボトムを使って上がってきます。ボトムに出てサスペンドしたやつがボトムを使って上がってくる。その時にあのこれを狙うんですけど、ボトムタイトに今度狙ってほしいんですよ。でボートを浅い方にポジション取って深い方に投げてもらって、そこをずる引いてきて引っかかってる枝とかそういうギャップを感じたらそこで一定シェイク。その時は止めて、はい、その時はリトレーターかカトテール、カトテールのネコリグかリトレーターのジグヘッド、スモラバー、ダウンショット、何でもいいです。あのこれパーツがいっぱいついてて、このパーツが全部すごい微妙に動くんで、あの一点シェイクにすごく向いてるルアーなんですね。で、まあ、これを一点シェイクでこうやってもう一箇所でこうやって動かす。あのこう動かないでしょ、ワームがこうやって動く。これがポイントです。ふらずにルアーがこうならないように、要は糸を張ったり緩めたりの話に、ずっと宙張りの状態でこういうシェイクをしてます。それをこれか、これのネコリグでやってほしいなと思います。まあ、あのネコリグちょっと引っかかるんでテクニックが必要なんですけど、ネコリグだったら、まあ、このセット、まあ置いてある通りですね。このセットで、ちょっとコツを言うと、針を前の方、前から指1本分ぐらい、はい、1.5 センチぐらいのところにセットしてください、はい、これコツです。あのあんまりここにやっちゃうとバッキーになっちゃうんで、あのこのネコリグは一点シェイクのネコリグだから、前のバッキーじゃダメなの。バッキーじゃないです。バスを誘う釣りじゃないです。重り寄りに針、そうです、食わせる釣りです。だから前よりに。ちなみにこの針のかけ方は、僕は七色ダムであの優勝した時にサイトで使った使い方と一緒で、食わせる時はできるだけ前に持っていって、テールだけちょっと動くようにして、誘う時はまっきりしてやってボヨボヨ動かすっていうことで使い分けてもらった方がいいと思います。冬は食わせるので前よりに、はい、これワンセット。もうここ置いてある通りなんですけど、本当にあとはディトレーターのダウンショット、もしくは
まあ、ダウンショットの、 あの針と重りをさっき用意したんで、これにスモラバかジグヘッドを用意してください、はい、でボトムに落として、これもさっき言ったようにアップヒルでズル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 コリ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 一箇所引っかかったら1.1シェイクっていう感じでやってください。何グラムぐらいで考えとけばいいですか、ね、これね、スモラバは20分の1、はい、1.3 グラムで、ダウンショットだったら16分の1もっと軽くてもいいです。引っ掛けるためにやるんで、で引っ掛け軽い方が引っ掛けやすいですからね、重たいとズバッといっちゃうんで本当に引っ掛かっちゃいますからね、はい、であとジグヘッドだったら、もうちょっと軽くていいから32分の1その辺で使ってください。これはおすすめです。カラーもおすすめです。今のカメラはちょっと水悪いんでアクセントのある色にチョイスさせてもらいました。大まかなエリアとしては、あの今年最後終盤ガイドされてたと思うんですけど、はい、来年の年明け有望な方面とかって。そうですね、サイズがいいのはインした方面なんですけど、人も多いんで、そこからちょっと下がった椿元前ぐらいまではコンスタントに釣れるんですけど、ちょっと魚の動きが早いんで、あの狙いやすいのは香港、はい、実は先週、まあ、最後に今年のガイド行った時はボトムで釣ったのはもう香港が一番でかかったですね。あの浮いてるやつカバーとかはどこでもでかいのいますけど、はい、香港がやっぱでかいかなと思ってます。風の当たらないところを狙っていってもらえればいいと思います。ダウンショットは、はい、糸の長さはどのくらい、これね、いろいろ聞かれるんですけど、はい、長すぎなければ何センチでもいいです。5センチから15センチの間何センチでも結んだ長さで適当にやってください。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、これで間違いなくちょっともう、はい、優勝かなっていう。いや、俺のアラバマをまくれるかな。うちのアラバマ OK なルールなんで。うちはアラバマ OK ルールだ。はい、あの多分2月の大会だと上位陣の1人2人はやっぱり巻きて出ます、はい、であと1人2人はカバーで出ます、はい、でも釣って残りの釣ってきた魚全員ナイトリグだと思うんですよ、はい、だからこれをしっかりやることによって外しても3番以内の3番ぐらいが狙えます、はい、マックスで1番までもちろん狙えますし、ちなみに3本のリミットですか。いや、1本なんですよ。1本か、1本だったらこれで狙えるのは僕は1500ぐらいまでだと思ってるんで、はい、まあ、1500だったらまあいいですけど、優勝です。はい、まあ、800ぐらいしか出なかったらちょっと釣り方を変えて一発狙いに行ってもいいかなと思います、はい、はい、ありがとうございます。ぜひ頑張ってください、はい、聞くと全然ね、釣れる気してきたね。で、ああ頑張ろうぜ小森さん。一本の大会、はい、お忙しいところありがとうございます。いえいえ、ありがとうございました。